ましたが、その先にあるものという曲をですね、やっていきたいと思います。まあ、こういう友達が書いた詩ですけども、聞いていただいて、何か思うところがですね、一つでも二つでもあっていただけたら、まあ、作った甲斐もあるかなというふうに思いますので、ぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。渋谷さん、ピアノもちょっとあげてもらっていいですか。強さに見つける。
ありがとうございます。